立子トンネルは、福島県福島市と山形県米沢市の県境に、ある、立子峠の下を通る東北中央自動車道のトンネルである。全長8,972メートルで、2017年11月4日に、開通した。福島川高校道トンネルを含む区間は、1999年、東北中央自動車道、福島米沢間にて、 施行命令が降りたことに伴い事業化。施行命令が降りる前の整備計画区間に指定されていた段階では、同トンネルを含む県境付近は、現在よりもやや南側を通るルートで計画が進んでいたが、比較的高低差があり、当期間の維持管理や安全面に対して懸念があったため、高低差を抑える代わりに、約9キロメートルに及ぶ長大トンネルを掘作する。 現在のルートに変更され、2017年11月4日15時に開通した。2002年の建設開始当初は、日本道路公団によって事業が進められていたが、2003年度に同トンネルを含む区間が新直轄方式となり、それに伴い国土交通省東北地方整備局、山形河川国道事務所及び福島河川国道事務所に事業主体が移管された。 同トンネルの南側に並行する国道13号の立子峠は急勾配や急カーブが連続し、当機関は降雪量が多いため通行止めや大型車の立往生が起きやすく、本トンネルを含めた東北中央自動車道の併用によって、当機関でも安定した通行が確保された。本トンネルは日本の道路トンネルの長さ濃いで、東北地方では最長のトンネルである。 また、進捗活方式であるため無料共用であり、無料の道路トンネルとしては、厚みトンネルや寒風山トンネルを抜いて、日本一である。なお、トンネル延長が5000メートルを超えているため、道路法の規定により危険物積載車両はこのトンネルを通行できない。また、金属製タイヤチェーンを装着した車両は、走行中にチェーンが切れ事故を誘発する恐れがあるため、 通行が禁止されている。このため、スタッドレスタイヤを使用するか、トンネル両端部のチェーン着脱場で、チェーンの着脱作業を行う必要がある。非常時の侵入規制のためトンネル前後に、トンネル用信号機が設置されている。本トンネルは約 9km に及ぶ長大トンネルのため、壁面は白色タイル張りとなっており、タイル面には、 出口までの距離を 1km ごとに表示してあるほか、電光掲示板による残距離表示もされている他福島県、山形県の県境を示すパネルが設置され、心理的圧迫感を軽減している。前述の通り町大トンネルのため。なお、避難校の建設には、福島県側をトンネルボーリングマシンを用いて掘削した。福島県側は1.26%、 山形県側は0.5%の勾配になっている。現在共用している区間と国道13号とのほぼ中間を通るルートで計画していた。当時の段階ではトンネル長は約6トル前後関越自動車道の関越トンネルで通行制限されているものと同様の措置である。福島県側は大滝チェーン着脱場。山形県側は刈谷チェーン着脱場。 福島県側は大滝トンネルの福島県側高校にトンネル用信号機を設置。ありがとうございます。